県薬剤師会は今日県内で新型コロナウイルス感染が拡大していることを受け、会見を開きました。前浜智子会長は、感染の拡大に伴い、医療現場は逼迫しつつあり、現場の負担軽減のためにも、医療用の抗原検査キットや解熱剤などの医薬品を事前に家庭で準備しておくよう協力を呼び掛けました。県薬剤師会のホームページでは、 検査キットや解熱剤を購入することができる薬局の一覧を確認することができます。今のところ、在庫に不足はなく、入手は難しくないということです。一方、高齢者などの重症化リスクのある人は、かかりつけ医に相談するなどして、診察を受けてほしいとしています。